中学までは、まあ、陸上はやってなかったんですけど、駅伝部に、まあ、呼ばれてたりはしたので、自分なりに、まあ、いい成績を残して、まあ、高校でも、まあ、チャレンジをしてみたいなという軽い気持ちで始めました。まあ、特に陸上部がすごい、まあ、いい雰囲気で、今の大東文化大学みたいに厳しい上下関係っていうのはあんまりなくて、まあ、すごく練習に参加した時も、あ、いい雰囲気だなっていうのは感じたので、高校で不安な気持ちとかはあんまりなかったです。まあ、ありがたいことにいい成績を、まあ、収めて、まあ、スポーツ推薦という形をもらったので入学するに当たりました。付属っていう、まあ、いい環境があるなら、まあ、他とは違うやり方で大学に進学するのも、まあ、いいんじゃないかなとは自分は思ってます。自分が高校2年生の時まで箱根駅伝は大東文化大学も走っていたので、大東大学走っている時に、まあ、自分も走りたいなっていうイメージが結構湧いてきたので分かりました。高校の時から、まあ、その大東に関係する高校に自分だけが所属していたので、そこをちょっとアピールしたいなっていうのはあったので、そうですね、このハッシュタグ考えましたね。8区がブレーキあった中で、まあ、諦めないで前を追ってくれて、まあ、すごい自分としては感動したというか、まあ、自分も頑張らなきゃなっていう気合の入れ直しというか、まあ、そういう気持ちになって、大谷もラストスパートももう倒れながらタスキをつないでくれて、もうやるしかないなっていう気持ちがありました。焦りは全くなかったですね。もう見えないっていうのは相手も同じだったので、まあ、しっかりその、まあ、監督の指示を聞きながら、秒差を意識しながらの余力と、まあ、そこの部分を計算しながら、まあ、落ち着いて走るってことを考えました。15キロ過ぎぐらいで監督の指示で、まあ、40秒差ですかね、そこ聞いて勝てるなっていうのは、まあ、油断ではないですけど、まあ、感じましたね。18キロ付近で神奈川大学の子が、ちょっとペースが落ちてきて、で、まあ、自分がもう行くぞっていう声かけをまあして、まあ、ゴール手前20キロぐらいですかね、21キロぐらいで自分が今度落ちてきたら一緒に行くぞってことを、まあ、声かけてくれたので走れた部分はありましたね。国の菊池さんが法政大学の選手と、まあ、声かけ合いながらゴールまで行ったのを、まあ、自分もテレビで見ていて、自分が走った時も、まあ、同じように神奈川大学の子が引っ張って、まあ、自分も引っ張り合ってっていう中で、まあ、菊池さんもその子にすごい感謝を伝えてたので、まあ、自分もゴールした後その子にはちゃんとしっかりとした、まあ、感謝の気持ちを伝えた後に、やっぱこういう場でもやっぱ言いたいなっていうのはあったので伝えましたね。引用していただいてこちらこそありがとうございましたっていうのはあります。今年は、サンデー駅伝の出走がもうすでに決まっているので、そこで、まあ、活躍できるように1年間頑張っていくので応援よろしくお願いします。